はい、どうもこみです。さて本日はですね、少しいつもと違った動画というか、僕が作ったですね、ミニゲームを配布したいなという目的の動画です。で、最近よくね、何々チャレンジみたいなやつが来てると思うんですよね。もう終わっちゃったっけな、あと終わってる、ないか。これね、世界選手権7月予選チャレンジっていうことでこう来たりしてますけども、こういうのがなんか多いんでね、僕もなんか自分でそういうミニゲーム的なのを作ってみようかなと思って、で、作ったのもね、今日皆さんに、せっかくなんでお渡ししてみようかなと思っております。お渡ししてみようかなっていうか、目的はですね、呪文の、その、なんていうのかな、打ち方とか、あとは、食い火をね、やっぱりやるのに苦労してらっしゃる方多いと思うんで、そういう方の、なんかこの、なんていうか、練習になるような、配置を、作ってみたら、役に立つかな、なんて思って作り始めたのがきっかけです。で、まず今見てもらっている、これが食い火養成配置ですね。ちょっとね、僕が攻めてみますけども、まあ、相当、癖ありありの配置ですね。はい。やばいぐらい癖があります。で、何があるかっていうと、まずここにね、スケルトントラップがいっぱい。スケルトンですね。あ、間違えた。よいしょ。で、この辺には、空爆弾。爆弾がいっぱいあります。で、ここは、まあ、援軍はね、今回ちょっと入っちゃってるんですけども、援軍は、最初はなしでもいいかな。で、入れるんだったら、それを処理する用の呪文を持っていった方がいいと思いますけども、一応これをクリアするために、テンプレ的な編成も、作ってますので、まあ、それを使ってクリアしてみてもらえたらなというふうに思います。で、この概要欄にね、貼ってありますんで、そちらを、見てもらうと、URL のリンクがあります。で、そこからね、コピーしてもらえたらと思います。ただ、このね、食い火養成配置は、タンホール13で作っちゃっていて、で、14で作っちゃっていて、13、14のアカウントなら、コピーができるんですけど、12以下はコピーができないんですね。まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、12以下の方には。クラメンとかでね、13、14持ってる方にコピーしてもらって、やってみてもらえたらなというふうに思います。で、早速ね、ちょっと一回やってみましょうかね。どんな感じなのか。結構ね、えぐいんですよ。これがテンプレ編成なんですけども、これね、僕がやってもそう簡単にクリアできるもんじゃないですね。作った本人でも。で、まずですね、こんな感じで、ヒーラーを5体こう出しておきますね。で、クイーンを、ポッとここに出します。はい。こんな感じね。出していったら、クイーンがここで、ロイちゃん立てるところで、スケルトンと、こう、間に合うか、間に合わない。やられた、こんな感じですね。で、やべえって感じで、こう、バルーンを出していきます。はい。バルーンを出していって、これ、フォーミングとかをね、こう、回収していきますね。チラチラこう出していって、少しずつね、バルーンたちを前に進めながら、ヒーラーの前にこう出していくってイメージですね。で、これ同時に、ここ、エアスイーパーを壊した瞬間にこんな感じで、スーパーボールブレーカー出していきます。で、スケートの呪文も前に打って、スーパーボールブレーカーで壁を2層破壊しながら、クイーンに霊獣をかけて、さらに、バーバリアンキングを倒していくという感じですね。で、ここから先はね、クイーンの動きがすごく重要で、インビジを使って逃げます、一旦、こんな感じね。で、アーチャークイーンにさらにレイジをかけていって、インビジ状態でシングルインフェルノを壊しますと。で、援軍が入っててもこれで終わりなんですけど、入ってなかったらこのままフリーズを打って、クリアしていくってことができますね。はい、これ援軍がここにあるともう無理ですね、これ。無理ゲーです。どうしようもない。あー、もう無理だ。もう無理。こんな感じです。はい。序盤にね、そこで、クロークを使わされていなければ、クロークをここで使っていくこともできるんですけども、援軍なしで組んじゃっているので、ポイズンの呪文だったりが足んないです。援軍の中にアイスゴーレムを入れる方らは入れて練習してもいいと思うし、今みたいにスパクごとね、ストライカーっていう、まあ、クイヒーをボコボコにしてくれる援軍をあえて入れるっていう手もあるし、最初は入れないでね、やってみてもらうといいと思うんですけども、こんな感じで、ヒーラーを守ったり、ウォールブレーカーの壁開け、スケートを打つタイミングとかですね、そういうのを、ね、的確にパッパッパッとこう処理できるようになる練習って感じですね。さっきここね、エアスイーパーを壊してからスーパーウォールブレーカーって言ったのは、これエアスイーパー壊す前にスーパーウォールブレーカー出しちゃうと、この壁にスーパーウォールブレーカーついちゃうんですね。この壁ってわかんねえな。この辺の壁にね、ついちゃって、こっち行かないんですよね。
いかないんで、スーパーボールブレイカーを出すタイミング、ここに隙間があるんで、ここから出してもらっていいんですけど、出すタイミングとかね、そういうのも測るのに結構やってみるとめっちゃわちゃわちゃしますので、まあ、そこがいい練習になるかなと思ってね、興味のある方は一回トライしてみてください。でもしね、これクリアできたら、できたよって教えてもらえるとすごく嬉しいです。または一発でクリアできた人相当すごいと思いますけどね。こんなのむちゃくちゃなんで。一発でクリアできたらぜひコメント欄にコメントください。ではね、もう一個あります。ゴブリンをタウンホールで届ける、まあ、タウンホールでゴブリンを壊す、ゴブリンでタウンホールを壊すっていうねゲーム、そちらも見ていきます。はい、それがこちらですね。地獄のゴブリンロードでございます。はい、タウンホールがね、この、上の方にあるじゃないですか。ここに、こっから出したゴブリンをこう歩かせて持っていくっていう感じですね。で、何が罠としてあるかっていうと、ここはね、バネトラップゾーンです。はい。で、ここはスケトラゾーン。スケトラね。ここバネね。で、ここは爆弾ゾーン。爆弾。で、ここはテスラ。以上です。まあ、当然ここにキングがいるんでね、ここに。ここキングゾーンなんですけども、これらをどういう風にクリアしていくかっていうと、スケール、あ、まあまあ一回見てもらいましょうかね。呪文を使っていっぱいの、スニークゴブリンをタウンホールまで届け、タウンホールを壊すと。で、オリジナルのスニークゴブリンがやられちゃったらゲームオーバーです。はい。OK ですかね。オリジナルのスニークゴブリンを生かした状態でタウンホールを壊すというゲームですね。で、金山、これはね、全部、なんだ、壊していかなきゃいけません。金山1個壊せなかったら、1金山ごとにマイナス1ポイントみたいな感じになります。はい。まあ別にポイント関係ないですけどね。で、フリーズの呪文、これ、今、援軍でもらっちゃったけど、これ本当はダメですね。すいません。このフリーズの呪文、援軍でもらってる部分は、これね、使わないでくださいね。はい。ということでやっていきましょう。どういう風になるかっていうと、まあ、スニーコブリン出しますね。で、こいつね、バネトラ食らっても全然平気なんですね。そのまま駆け抜けます。で、スケルトントラップゾーン、これどうするかっていうと、ライトニングで処理します。1体でも残したらおしまいです。しっかり引き付けて、ここでライトニング、ドン。OK。で、全部倒し終わったら爆弾一発食らいます。若干ダメージ食らっちゃうんですね。で、食らっちゃっても耐えれるように、スケルトンを倒しておくことが重要で、ここはテスラが出る瞬間にフリーズで止める。これ結構難しいんですよ。で、この後がね、なかなかきついんですね。一発テスラ食らうけど耐えます。で、ここでこうギリギリスニゴボを隠す。これもなかなかしんどいよね。で、ここで今度はクローンを使っておいて増やしてからのギリギリが、ミスったミスった。はい、ゲームオーバーでございます。ここでちゃんと、スニークゴブリンが、隠れていれば、これね、クリアできるんですけども、タウンホールをこうね、隠しちゃうと、スニークゴブリンが、ダメになってしまいますので、クリアできずになるというところですね。はい、しっかり隠した上で、こう全部ね、突破していくと。で、これでクリアなんですけども、このスニークゴブリンのね、ミニゲームは何が、ね、あれかっていうと、呪文を打つタイミングですね。もうすべては、呪文を打つタイミング。で、スニークゴブリンにストライ、なんだっけ、インビジブルを当てるっていうのは、タウンホールをね、結構ね、ケアする上で、便利な技だったりもするんですよね。で、実用性も割と高いんですよ。金山とかタウンホールを、隠さずにユニットだけを隠すみたいな、そういうことって結構、上級者になってくるとよく使う、場面って増えてくるので、まあ、その練習とか、あと、そのスケルトンもね、結構やってみると分かるんですけど、これね、一体に残っちゃうんですね。で、残ったらもうどうしようもないです。クリアできなくなっちゃうんで、もうあらゆる呪文のタイミングを完璧なタイミングで落としていくっていう、まあ、そのね、ヒリヒリ感を味わってもらいたいゲームでございます。で、これもね、同じようにクリアできたらぜひ教えてください。もしもこれね、一発でクリアできる人がいたら相当すごいと思う。本当に。いろんな人にこうチャレンジしてもらって、一回でクリアした人はもうさすがにいませんでしたんで、ぜひね、チャレンジしてみてください。これはこのタウンホール、14でも別に変わらないです。呪文の枚数
だけしっかりと守ってもらえればいいし、タウンホール12からかな、多分12からだよね。あのスーパーユニットが使えないとちょっとどうしようもないんですけども、スニークゴブリンが使える、タウンホール隊であれば、ね、これできますので、フリーズはね、ちょっとレベルマックスのフリーズもらってください。あの援軍でどうしてもそれもらわざるを得ない場合には、援軍でもらって持ってくるのもありです。これレベルマックスのフリーズじゃないとテスラを止めきれないんで、そこだけはねちょっと気にしてもらったらいいかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は私がね作ってみた、ね、ミニゲーム2つ概要欄に貼っておりますのでね、よろしければぜひチャレンジしてみてください。まあ、それぞれ呪文を押すタイミング、場所、あとユニットを出すタイミング等々ですね、いろんな、場面場面での基礎になる技術が身につけられると思いますのでね、お試しいただけたら幸いです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、今回結構ね特殊な内容でしたけども、基本的にはこのチャンネル、このクラン対戦の解説を中心にやってます。タウンホール12から14まで幅広くですね、扱っておりますので、まあ、今回の動画も面白いなと思ったらぜひグッドボタンお願いします。またチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。そしてこれからもですね、こういった動画、解説系の動画かな、メインはねそっちの方やっていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。